花輪でございます。佐賀に来たら行ってほしいお店シリーズということでございまして、今日はですねもうめちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんをご紹介したいと思います。もううちから近所ですけども、東洋閣さん、これもうね、いろんな番組で紹介されててちょっと美味しいんで行ってみましょう。花輪チャンネル。開店したばっかだからこんな感じですけど、もう少ししたら行列ができちゃうぐらい人気店です。いろんな番組でね紹介されてて、これもこの間ダウンタウンデラックスで紹介させてもらったんですけど、俺がね見てないの、ほんと見ねえよな俺の番組。え、だから島田洋一師匠とかもここのラーメンが美味しいっていろんな取材とかでも言ってくるんですよね。もともとね飲み屋街の方であったお店なんですけど、一回やめて焼肉屋をするためにここに移ったんですよ。だけどやっぱお客さんがラーメン出してくれっていうことで、看板は焼肉屋なのにその前からラーメン屋になってしまって、だからこれあるけど繋がってないんで、だからもともとねりゅうちゃんと一緒に焼肉食べようかっつって入ったら焼肉、俺っつメニュー全部ラーメンで俺ちょっと焼肉大好きだったら、いや実はコロコロコロ焼肉もやってないんですよ、なんて。看板その時焼肉って感じ、ね、ね、書いてあったんじゃないですか。今撮ってずっと焼肉だったんですよ、看板が。だけどラーメンしか食べれないという、ね、そういうお店あったけども、これ味が美味しいから、いつの間にかもう大人気店にやはりなったというね、そういうお店。昔から人気だったもんね。花輪チャンネル。チョコレンさんもすごいね、こんにちは。こんにちは。美味しい。美味しいですよね。どういったとこが美味しいですか。あの愛犬に会った時はもう油ギトギトの、飲んだ後にですね、なんか欲しくなるラーメンが、今ちょっと全然ちょっと改良されてます。ちょっとあっさりな。はい。どんくらい来るんですか。月に4回ぐらい。月に4回ぐらい。はい。しちゃいますよね。しちゃいますね。いや、ありがとうございます。あの花輪チャンネルって YouTube なんですけど。はい。登録してます。ええ、マジで。見てますよ。年末の。蕎麦作ってたでしょ。蕎麦作ってましたし、たんこ揚げも見ました。えぇ、たんこ揚げ見ました。黙ってましたけど、すみませんね。ぜひ見てください。いとこのことを、あの、あ、そうそう、河川敷でたんこ揚げしてましたよね。そしたらありがとうございます。はい、決めますよ。どうしたの、やりましたね。はい、やりましたね。やりましたね。何それ。食べたらいいですか。このお店よく来られます。はい。12月にカメラが始まりました。かなりが好きでですね、治療中ちょっと変えた時とかに、来てまして、今日月見に来たんです。ああ、ちょっと来ようというところでしたね。どういうところが欲しいとかですか。それは豚骨が、私久留米だから豚骨。あ、久留米出身ね。久留米でラーメンの流れ来てますもんね。それの流れが変えてきてる感じ。で、佐賀のね、ラーメンね。大好き、大好きですね。ちょっと忙しいでしょうね。ねえ、思います。そうなんですね。思い出のラーメンなんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。花輪チャンネル。お世話になったさん、ご飯来ました。ご飯が美味しいんですよ。うわー、来ました、来ました、来ました。うん、どうだ。うまっ。
しい。うん、どう？うわ。よし、ご飯です。あ、おいしい。うん。うまいね。やったね、やったね。めっちゃおいしいね。はい、じゃあ次、りゅうちゃん。なんかネギがおいしい。おいいね。うん。おい。チャーシューとあとさ麺一緒食べると美味しいんだよね。美味しい。うまい。おう。うまっ。うま出たね。ママのうま。美味しいね。めちゃくちゃ美味しい。見てこれ、卵をね。美味しい。だからこれね、スープもまた濃厚で。美味しい。濃厚なんだけどあっさりしてるんだよね。うん、あー美味しい。意外って。うん。うまい。これはすごい美味しい。おお。でね、これ卵をね、溶かすとね、私ちょっと味が変わってね、美味しいです、うん、で、この卵にこの麺をこう絡めて、うん、これが美味しいんだよ。知らない、私美味しいんですよ。うん、めっちゃうまい。うん、めっちゃ美味しい。ほんと最高ですよ、このラーメンは。本当みんな来てほしい。これ、佐賀の名物だね。うん、ネギ、あれにした方がいい、絶対。ネギ。うん、追加。ネギが美味しい。うまい。うますぎる。うまい。うん。左利きと右利きの直せみたいなもんだからね。これめっちゃご飯に合うわ。ご飯に合う？マジ？そこでご飯食って。ご飯に合うラーメン。うん。あれ。うん。うま。あうめ。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何か僕にやってほしい企画などありましたらぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。花輪でしたー。